そこまでしてるの？なんかゲームでもフィギュアでも CD でも結構やるかな。え、グッズとかさ、フィギュアだな、なんとなくわかるけど、うん、ゲームもある。なんか、ね、昔ぷよぷよとかもう、なんかチャームがついてきたんだよ、うん、ピンバッとかチャームとか、ほうほう、自分でそのつけるように1個と持ち歩かないように1個みたいな。え、あ、そうなの、すげー、うん、ふーたんの方がなんかちょっとガチっぽいの、うん、コレクターとしての何集めるの？うん、結構いろいろあるけど、一番でも、ちょっと私の買って、うん、集めて若干後悔した話して。後悔した。聞いたい聞いたい。いや本当にすごい好きすぎていっぱい集めた、うん、グッズがあるんですよ。クレーンゲームとかで集めたやつを。そう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 。未開封のやつとかを全部ね、うん、工具箱に入れて、そう 宝箱にしてたの。ああいいじゃん。久々にその箱を見るじゃん。うん、そしたらさ、なんでこれ集めた。なんでこれ株使わないの？そう、だけの熱意がもうなんかもう熱が冷めちゃってんだよね。そうで、結局さ、今はもう冷めた状態じゃカバンにもつけないじゃん。安全だね、うん。だからそうね、なんか、あ、どうしようみたいになったことがあるのね。売っちゃえば。ふーたんもあるんだね。なんかふーたん、うん、ルナタンにと一緒？一緒なとこはあると思うよ。またなんか話してると似てるとこ多くまーな。ゲームソフトだけ集める感じ？ゲームいっぱいしちゃうかな。グッズはそこまでいかないかな。じゃあ違うわ。じゃあ違うわ。違うの？違ったみたい。あれ